はい、じゃあタコ天作っていきます。今日のタコ天のこれ使う、こいつを使う、まあね、これ下処理してあるやつなんだけど、昨日ね生のタコ買ってきて、ぬめり取って、下茹でしたやつなんですけど、これをねまずはぶつ切りにしていきます。まあね、食べやすい大きさだよね。あんまり昨日大きくしたらまずは頭と足を切り離してあげて、そんで、ここで1本切ってあげて、ここも1本切ってあげると、こんな感じで、でまあぶつ切りですね、お好みの大きさで。存在感があるのがいいっていう人は大きめに切った方がいいし、なんかねこう包丁を入れて切るみたいな、こんな感じにしてあげると、まあなんか存在感がありつつ食べやすいみたいな、そういうなんか調理の仕方もあったよ、うん。まあ俺はぶつ切りでいこうかなと思うんだけど、まあいっか、切り込み入れてあげた方がいいか。2本一気にいきます。はい、じゃあどれどれ、入れて切るみたいな、入れて切る、入れて切ると。でまあちっちゃくなってきたらね、今のはいらないからね、うん。この天ぷら粉を使います。どこの天ぷら粉か分かんないけど、なんか日清の天ぷら粉はなんか使いやすいとは聞いたんだけど、あのほら見た感じ、粉こんくらいに対して水こんくらいみたいな、なんとなく分かんないだよね。粉1に対して水3分の4みたいな、4分の3か、4分の3みたいな、そんな感じだよね、同じカップだったらね。はい、これ入れます。混ぜていきます。なんかダマにならないようにとかなんかあるんだろうねきっと。まあでもいいです、俺はそんなこと気にせず。ダマにならない混ぜ方とかあんのかな、なんか、まあ、超簡単目分量で作れるみたいな感じでいくんで、まあ、こんな感じかな。ちょっとゴテゴテしてるかな、あとはそのお好みだよね、どんくらいの衣つけたいかで。ちょっともうちょい水が欲しいな俺は。なんか偉そうに言ってるけど、天ぷらは今日初めて、昨日初めて唐揚げをやったんだけどね、あれは大成功だった、うん。で今日第2弾で天ぷら行く、いいんじゃないこれで。結構シャバシャバだね。シャバすぎるか？ちょっとシャバいような気がする。この経験も何もないのに、なんかうるさいみたいな。はい。あ、なんかいいような気がする、さっきより。あ、いい感じで、なんかうんきっとこれが一番ベストだと思う。ちょっとプロに聞いてくる。片栗、天ぷら粉、そんで、はい、次天ぷら粉、ちょっと裏技がありまして、はい、裏技がありまして、ね、この作った種に入れる前にこっちに少しだけ
天ぷら粉を振ってあげると衣がつきやすいみたいな。これいっちゃうか、ダーっていっちゃうか。これでいいんじゃない。はい、そこにねこれ青のり入れるとねいいらしい。青のり結構するんだね値段。これでこんなちょっとの量で200いくらしたよ。230円くらいかな。まあでもこの風味があるのとないのとじゃ多分違うんだろうから、美味しく食べたいので青のりもまあ香り付け程度に。こんぐらいかな、入れてきます。おーおーおー、いい感じじゃない。すごく、よし、じゃあ天ぷら鍋かけて揚げていきますよ。はい、じゃあ天ぷら鍋準備。なんかもっと青をしてた方が美味しそうな気がするね。ということでもっとこれ入れたいと思います。いや、あんま混ぜちゃうとまた見えなくなっちゃうから、このままで混ぜ揚げとったらいいんだけど。油の温度を調べるときはなんかこう衣をね、衣を箸につけてジャッてやって、こう浮かんできたらだいたい180度くらい中火。多分今ねもう180度くらいなってると思う。なってないかな、微妙なところだね。多分一緒ってことで揚げていきます。衣をねしっかりつけて、ジャッとジャッと、あ、ちょい、やっぱね揚げ物ってねこう男の料理としてはねハードル高いと思うんだけど、いざやってみるとねかなり簡単だね揚げ物。だって揚げてもう醤油つけて食えば美味しいんだから。ただその油鍋があるとかないとかそういうところだよね。おー、でもちゃんとほぐさないとなんかみんなくっついちゃってるな。いいのかなこれ、どの辺がいいところなのか、まだっぽいような気するんだ。ちょっとキッチンペーパーで油拭いて、なんか衣がうまくついてないね。なんでだ。はい、で塩でいただきたいと思います。ちょっと塩梅を見たいと思います。うん、しょっぱい、塩かけすぎた。なんかうまくいってないような気がするな。もう一本いってみたいと思います。うん、うん、まあ美味しいっちゃ美味しいんだけど、なんか俺の思ってるいつも食べてる天ぷらじゃない。なんか素揚げみたいになってる。ちょっとね揚げていきたいと思います。おお、もしかしたら温度早かったかな、入れるの、購入するのか、入れすぎたか。じゃあ揚げていこう。じゃあ今日のこのタコ天は失敗あるあるでいこう。天ぷら失敗あるある、衣がつかない。あのさ、ほらよくべちゃっとしたあの天ぷらって言うじゃん。今がそれだね、うん、はい。じゃあちょっと出来上がりを見てください。お、これはまあ衣ついてるね。こいつもまあまあついてる。ここら辺が微妙なんだよな。
ちょっと振って、うん、衣ついてるやつはね、すごいカリカリしていい感じ、サクサクっていうの、うん、うまい。まあ、ということで、まずは天ぷら完成です。うまくいったぞって見せかけて、そうでもないみたいな。うん、うまい。やっぱ揚げたてうめえな。